第5回かな、やっていきます。さらばだ。さあ、やっと冒険できるぜ。行こう行こう。ああ、忘れてた。デイリーオーダー。待ってましたよ。ああ、ビンゴカード。誰？海王種。知らんな。知らんな。バルロドス、知らんな。やばいぞ、大丈夫か、これ。おっと、ナブラッピーちゃんは出てきてるな、もう。ナブラッピー。捕獲任務、これ受けるか。よし。こんだけか、受けれそうなのは。よし。どのクエストにしますか。そしたら新しいクエスト行こうか。適当に鍵かけて、こうだな。よろしくお願いします。私の依頼を達成したいのならば、パートナー呼び出し端末から私を呼び出すんだぞ。たとえクエストをクリアしようとも、共に行かねば依頼達成とはならないのだからな。私も若い頃はパートナーを連れず常に一人で突き進んでいたが、しかしある時、なんだい？メディカル端末、クエストカウンター端末、パートナー呼び出し端末、これだね。お、ジャンさんを呼べばいいのね。私に任せておけ。よし。これだ。お、初めて使った。お、結構回復するな。通信中です。なんだい？え？何？なんだい？今のは。まあ、いっか。では行くぞ。ついてこい。マターボードを進行させるためにクエスト中のイベント閲覧が達成条件となっている場合があります。マターボードで捜索している目標のイベントは黄色のボードで出現するので B でアクセスしましょう。青色のボードはストーリーを楽しむためのサブイベント、黄色のボードはストーリー進行に関わる重要なイベントです。どのクエストに出現するかはメインメニューのマターボードで確認できます。おう、これだね。よしよし。以下のダーカーエネミーを撃破するとクエストポイントを獲得することができます。ダガン3ポイント。また上記以外にも強力なダーカーエネミーの存在が確認されており、それらを発見し撃破すれば大量のクエストポイントを獲得することもできます。なるほど。おっ、あるじゃん、黄色。お、元気にやってるみたいだな。うっす。張り切るのはいいことだが、この辺ダーカーも出るようになったし、油断をするなよ。つってもお前さんには無用な心配か。初陣であれだけ動けてたしな。やたら信頼を置かれてるな。あ、そうだ、お前さんもしエコーを見つけたら俺が探してたって伝えてくれ。あのバカ、光栄のくせにずかずか先行ばっかしやがって。じゃあその足でエコーちゃんも
おる感じかな。あ、違う。次はショップエリア。じゃあ後でだね。マターボードはアークスシップにいるキャラクターの元を訪ねることでも進行します。ゼノはショップエリア、モニュメント広場にいます。ショップエリアへ向かいましょう。おお、始めてるな。おお、これ100ポイント貯めろと。結構時間かかるんじゃないか。誰？なんだ、アークスの人か。はあ、よかった。エネミーかと思いましたよ。おー、めっちゃヘタレっぽいな。いや、僕あんまり戦うのは好きじゃなくてですね。アークスになったのもたまたま適性があったのと人気があったからそうしただけで、正直怖いことはしたくないんです。なんとかなりませんかね。ならないですよね。じゃあやめろや。変な話をしてすみませんでした。それじゃあ僕は行きますね。おい、そんだけか。おお、思ったより一気に出てくるからポイントたまるね。この惑星においては我々アークスと交流可能な存在は確認されていない。これからもないだろう。ん？お、あ、でもなんかある。その前に PSE22 ライトボーナス。世界中が光属性なら、光属性な雰囲気なのでドロップアイテムに光属性がつくかも。なんかおるな。お、木が倒れる。あー、いっぱいおる。フォレストフラワー。え、何？霊気結晶ってのを見たことあります？たまに出てくる石のようなものです。フォトン活性を後押しするんですよ。あ、おった。暴走中のエコー。あ、こんにちは。大丈夫？怪我とかしてない？うん、大丈夫そうね。でも無理だけはしちゃダメだよ。
ゼノを見習ったりしちゃ絶対にダメ。まあゼノはゼノで、あれでも随分おとなしくなった方なんだけどね。え、ゼノが探してた？私がどんどん勝手に先に進んじゃったって。別に先行なんかしてないわよ。何かありそうな雰囲気だったから。もう私は悪くないわよ。ついてこれないゼノが悪い。それじゃあ私は行くね。ありがとう。いやー、イベントたくさんだな。これ見たっけ。あ、見たね。アークスがいること。お、誰？ご同輩か。最近はナベリウスに来るアークスも増えてきているんだな。この前のダーカー大発生までは道中で誰かに会うなんてほとんどなかったんだぞ。ただ多くのアークスがいるというのは危険ということの証左でもある。本来は誰も来ない状態がベストだな。まあ俺たちとしては飯の食い上げで困ってしまうが、平和で済むならその方がいい。パーティーエリアについて。クエストには一つのパーティーで戦闘するシングルパーティーエリアと、複数のパーティーが行き交うマルチパーティーエリアが存在します。マルチパーティーエリアは単体のパーティーだけでは進行困難と判断された特別指定区域であり、侵入には危険が伴うが、それだけに成果は期待できます。PSE とはエネミーを撃破した際に発生することがある補助効果の総称です。PSE の効果には、攻撃力上昇や入手経験値増加など、プレイヤーにとって大きくメリットになるものがあります。PSE の効果は発生しているエリアにいる全プレイヤーに共通して同じ効果が適用されます。エリアから移動すると効果が適用されなくなります、されなくなるので注意しましょう。発生した PSE は一定時間で効果が終了してしまいますが、効果が終了する前に同じ効果の PSE を再度発生させると補助効果がより強力になります。 PSE の効果が一定の段階まで強化されると PSE バーストと呼ばれる状態に移行し、エネミーの出現が増加してアイテムを落としやすくなります。エネミーを倒し続けることで経験値を稼いだり、普段は入手しにくい珍しいアイテムや強力な装備品を入手するチャンスと言えるでしょう。画面に表示されているタイマーが時間切れになると PSE バーストが終了してしまいます。しかし PSE バースト中にさらに PSE を発生させることで残り時間を延長することができます。 PSE バーストをできるだけ長く維持できるよう他のプレイヤーと協力してエネミーを倒し続けましょう。なるほど。アークス学院へ緊急連絡。惑星リリーパの採掘基地周辺に多数のダーカーが集結しつつあります。へい。防衛線に備えてPSE13 ウィンドブースト。風属性の攻撃が鋭くなっていくよ。風ってクラクラするよね。
これか。 PSE 経験値増加。道に迷ったらマップ表示ですよ。簡単に操作できてサクッと閲覧できて非常に便利ですからね。お、これ草。おお、草刈りできるな。これ気持ちいいな。うわ、これ良さそう。これ決めてえな。思ったよりバサッといかんな全部。あ、 PP なくなった。おー、いっぱい草刈れた。お、これクエスト達成じゃね。よし、あ、 PP がない。ああ、もうすげえいっぱい出てくるぞ。もう出てこなくていいんだよ。よし、PSE12 ライトボーナス。これさっき見たな、これ。よしよし、クリア。よし、じゃあ今回はこれで終わりにします。